第十塚九郎兵衛は江戸表に出府をいたしまして道中別段のお話もなくままで参りましたここに一泊を遊ばしまして翌日がおかごでございまして増加の並木へかかってまいりますると巡礼亭の者が一人は年の頃四十五六。 もう五十近い人物イカ様尺でも怒ったものと見え往来へぶっ倒れ非常に苦しんでいる十一にになるせがれでございますがそばでおいおいしきりに泣いている様子「殿の者は心ない下廊のことでそのまま行き過ぎようとする」「乗り物を止めまして戸塚九郎兵衛情け深い方でいらっしゃるによって」 ここれこれだいぶ苦しんでいる見受けるところ尺か何か起こったと見えるこれを使わすから彼を解放してやれご隠老から薬をお出し遊ばす旦那が言いつけまするものだから中間若とどうもひげぼうぼうとして汚れ赤じみている小汚い親父だが抱き起こして しっかり歯を食いしばっているやつをヨーヨーのことで薬を飲ませ手当てをする何しろ大の男が二人も三人もかかって解放をしたからヨーヨーのことで正気に立ち返りびっしり汗をかいておりましたがほっと一息ついてあたりをキョロキョロ見回している子供は大喜びに喜んで手を合わして拝まぬばかりに あそこにい承っ,っ,った老人が涙を流し乗り物の傍らへ来て内地へ両手を使えまして「<laughs> ありがとう存じます」「どちらの殿様かは存じませぬが土墓にて持病の尺が起こりいつにない今日は手ひどい尺すんでにそのまんま行ってしまおうというところ命拾いをいたしまして」 何ともお礼の申し上げようもございません。ご高温のほどは死んでも忘れはいたしません。私はともかくご覧のとおり万一私がここで死ねばこれが路頭に迷いいかにも不憫でございます。おかげさまで二人の者が助かりましてございます。ありがとう存じます。いや決してその礼には及ばぬ。さだめし難儀をいたすであろう。 そちたちは開国でもいたすように存ずるがさようかはい、ぎょでございますどこのものだ私は大阪のものでございましてあちらこちらだんだんめってまいりましたほう、大阪いわゆる霊山霊城を巡配をいたすなどというさようなものに見えるなはい、ぎょでございますただいままで出はから越後茶道 あちらの方を巡りましてこれから江戸へ参ろうという途中何しろだんだん年をとりまして病多くなって明日にもわしがぽっくりしねば差し当たってこの子が難儀をいたすのはいかにも不憫に存じます旦那様のようなお情け深い方にお目にかかりましたから良いようなものの旦那様がここへお通りがなかったら わしはこのまま死んでしまいこれがいくら難儀をすることかと思いますとなかなか浮かむこともできないまことにまあ情けないものでございますがよい折からに殿様にお目にかかってありがとう存じます」としきりに年寄りのことで涙もろいから泣いてばかりおりまするよぼすがいかにも不憫苦労兵衛という方は 若い時からさんざん苦労をなすって情け深いお方だによって様子を見ていらしたがこれ江戸表へ参ってその方どもどこか落ち着くとこがあるか別に身寄り親類と言ってもございません身の上江戸へ参りましたからといって尋ねるとこはございませんさて心細いことであろうか察するところその方ども あまり懐も温かでもない難儀のようにぼちいたすよいことを教えてやる身どもは佐竹の家来小塚九郎兵衛と申す者御坊代所が橋場の宗泉寺ただいまの十字を左前と言ってわしがいたって今意この左前前寺という人はまことに情け深い湿気であるによってこれその身どもが 手紙を一本使わすがどうだ。お前たち総選寺へ参って寺男などに相なっておったらば処方をまごまごいたして歩くよりは結構安心であろうそのうちにその連れているせがれが一人前に相なった時にはまたどうか良い考えもあろうから別にその方どこも行くとこもないならばまた病でも起こって道に倒れるようなことが あってはいかぬから、送船寺へ、書面へ添えて使わそうか。どうじゃ。ありがとう存じます。何ともお慈悲深い。お土産申したところ、まだそれほどのご年配でもいらっしゃいませんに、ありがとう存じます。さようならばお言葉に甘えまして、どうかよろしく願いとございます。よしよし、しからば。と、戸塚九郎兵衛が、やたてを取り出し、 ここで書面を一通押したためになって何がしかの金酢をお出しになってこれは旅費の出しにその方どもへ使わす、これを持って参れありがとう存じますわしは大阪の雑魚場というところに元おりました魚売りでございまして新助と申しますものこれはわしの手塩にかけまして育てましたが実は わしのせせがれではございませんわしのためには主人筋に当たりまする人のせがれでございます。どうかこれが元のように世の中になり入れ安心をするのを見て死にたいと存じまするがおおこれ年を取っておりますから何事も思うように参りませんがしかしせん寺とやらへ参りましてご厄介に相なっているうちには。 また何とか良い考えもございましょう。ありがとうございます。さようならこのお手紙をいただいて、改めましてお屋敷へはお礼に。いや、決して礼などに参るに及ばぬ。お菩大書のことでみどももまた参敬をい出す。その時には対面をいたそう。さあさあ、急いで参れ。ありがとう存じます。とここに戸塚殿は。 乗り物が上が上る二人の者は手を合わして後ろ影を拝んでおりますこれから戸塚九郎兵衛は江戸表へ乗り込んで三味線堀のお上屋敷吉政公へお目通りをしてこの度国表の騒動容易ならざる大事件これを鎮めまするについて野代沼のお金蔵の底を叩いて札をことごとく引っかえましてございまする。 君へ伺いも立てず六段も持っていたしたのは甚ははだ恐れ入りましたが本家のため奉を取り計らいましたと古妻に根性を言い致すしかるに吉政子を非常にお腹立ち「衆をないがしろにいたしたる不届きなる致し方その方には切腹申しつけるから作よ心得ろ」という仰せいくら誰がなんといい でもお持ちがございません渋谷内膳梅津半右衛門戸村重太夫は「実況申しつける」というので国表へご沙汰になるここで渋谷梅津戸村の3人は重き平門戸塚黒兵衛は切腹ということになったもともと渋谷戸塚の両人が 次第によったら命を投げぶつという考えから能代沼の金蔵の底を叩いて賞金と札と引っかえた一件だからもとより五領分一刀の人民に代わって命を捨てるは本望というので小塚九郎兵衛はここに潔く腹を切って死んでしまうことに惜しむべきことでございますさて吉政公においては 国元重役がわずかばかりの一気に驚き伺いもも立てずに金札引き換えいたしたというのでなかなかご立腹が収まらないこれは長場一味の悪人腹がわざと殿様をそそのかして国家老を押し込め置き万事俺たちのわがままに二十四万石をかき乱そうという実に憎みてもあまりある知れ物でございます。 そこで吉政公においてもご自身お国元へ乗り込み親しく善悪のお調べを遊ばそぼというのでご交代を名としていよいよ久保田御本庄を指してお立ち入れになりまするここまでは悪人どもだんだんに明かりを押せましたがさて本当にお調べになったら大変でございます長場城在門をはじめ野尻篠田 小野崎大島西ら今まで殿様のご名義を偽ってお難度金をはどんどん取り寄せてあるからいざお調べとなればすぐに露見ぼいたしまする国がろぼの言うことがたってこちらに申し開きが立たなくなってはそれこそ一大事なんとかよき工夫はあるまいかと肝を砕き悪知恵を絞りましてついに 途中において殿様を亡き者といたしご遺言と偽り万事心のままにという恐ろしい巧みをいたしたもので左兵衛之助義政公「少しもそんなことはご存知がない」「あくまで江戸役人は忠義者とのみおぼしめしご道中何のおさまりもなく花立の宿と申すところまで参られます」ここに 神宮寺という寺があって前を流れる川を神宮寺川と申します今では穴立川と申しますそこの本陣へご一泊に相なると夜中にわかにご福通一度を心配いたしお供のお医師は薬を差し上げご解を申し上げたが何の効き目もなく非常な下痢を遊ばして獅子血霊あくる日の 立つの時ついいにご即挙でございますお国へも早がたち江戸へもおはや上を下への大混乱実においたわしいことで神へは直ちにご病気の届けをい出しご損害は久保田本庄へお送り申し上げて改めてご病死のお届けをいたします悪人どもは四終おそばにおりまして お隠れの時にご遺言があったこれが今はの際におしたためになったお書き置きご遺言というのでいまだお子様と言ってはないのだからご家徳はお分家秋田神殿二万石佐竹生神殿のご次男元目といって今年十八におなりなさるこのお方が御本家へお乗り込みに相なって中高佐竹九代目の タモリ・右京太夫吉春公とおなりなすった「もっとも壱きの神は悪人長羽上左門へ一味しておりまするからまずこの求めぼして家徳を継がしておいてそれから事を図ろうという長羽の巧みでございます」で千殿様のご愛称「おゆりの方」「これは長羽上左門へ下くださるというこれもご遺言だというので」 とぶとぶ城常在門とおゆりは表向いて夫婦になるこれらをはじめとして長は城在門一味の者においてはそれぞれ自分たちの都合のいいように所持運びをつけましてご損害はお国表において丁重にごそぼそぼの四季を営み江戸表においては求殿が御本家へお名りになってご家督そぼ族。 ごと出仕に相なって滞りなく将軍家へ拝謁が住みご老中周り一通り愛住んで三味線彫りの親方へお帰りなすったその日からにわかにばったり耳が聞こえなくなって金つんぼ「さあご家来方が心配をしたご出仕に相なって将軍家とお話の時にあるきり耳が聞こえなかった た日には始末が悪い何かお役を務める時にご老中型諸役人にお話しぼなさるにもまるっきりつんぼでは仕方がない。さあご家来衆がしきりに心配して家事を祈祷よと騒いでみたがちっとも印がない。いかにも不思議に思いまするけれども人間は病の器でございますからいつ何時目が見えなくなるか。 耳が聞こえなくなくるか、口が聞けなくなるか体が動かなくなるか「これは仕方がはない」「まだお年若でお学問があり武芸は申し上げるまでもなく名代の若様ご近親方はあまり武芸に怒り遊ばしたのでにわかにお耳が聞こえなくならせられたであろう」などとおふわさをいたしお医者がお薬をあげても 決しして召し上がらぬ「いや薬を飲むには及ばぬ」「耳の聞こえなくなったのが薬を飲んで治るわけのものじゃない」「また世も存ずる胸あり信ずる神あるからもう決して薬は用いるに及ばぬ」とおっしゃって何と言っても召し上がらぬさあご家来の心配というものは一方なりませぬ」 将軍家からいたしていかなる御用筋でお召しに相なり上位の下がった時に金つんぼではお受けができないどうしたらこの病気が御前懐になるかと家来は水ごりを取って神を祈り中にはお女中方のぶちには忠義の者は己が好める者を立ちましてしきりに神や仏を祈りますけれどもさらに印がない。 ままますます何を申し上げてもわかりませんいちいち書いてごらんに入れるとこっくりこっくりうなずいていらっしゃるおっしゃることは厚生ああせいと書いてあげさえすればおっしゃるご近従方は金つんぼで少しもわからぬと思うからどうだいどうも困ったことだなご家督に立ってごとじょぼご老中周りが住むとすぐつんぼ 一体が五分家秋田神殿二万石のご次男二十四万石の佐竹の御家をご相続になってやけがしたんだなるほどそれがためつんぼになったのかご同役の前だが随分つんぼの面は間が抜けたもんだなそうさどうも金つんぼはしようがない時に同役何だな長は城左門は 先殿様ご愛称おゆりの方をご遺言だと言って女房にしてしまったが錠剤門はどうもうまくやったなそうそうあのおゆりというのはすこぶるどうも美人で第一調子がいいうまくやったのは錠剤門だしかしご分家の生きの神様もこのつんぼ殿様がご当家へお直りになったについて大きに懐感情もよかろうさようさよう タレ菓子はどうだこれはああだと殿様の前でどんどん話が始まるまるっきりつんぼでわからないと思うから遠慮も何もありゃしない良いこと悪いことをペラ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 しゃべりまするが殿様はちっとも聞こえないんだからポーンとすましていらっしゃるご家来方の方で伺いますることはいちいちしたためてさしあげるんだから 手数のかかること大変だその年も暮れて翌年に相る右京太夫義治公十九に相なり遊ばし初めて出羽の秋田へお国入りということになりました「赤坂やっこのお行列どうも立派の難度」と言ってあえ方この大名方の行列を立って往来を遊ばすのは 実に見事なものでございました今と違って粛々がどんなに繁盛したか知れないただいまでは汽車へ乗ってずーっと行ってずーっと帰ってくるから便利は便利だが途中の粛々というものはまるっきり潰れてしまったようなもの今日はどうもどの街道でも目も当てられませぬが昔 加賀様でございまするの、書部内様だの、久保田様だの、このくらいな大名がお来をなさるときは、実に祝祝の潤いますこと、一通りではございませんから、街道筋は大喜びでございます。ちょうどお乗り込みに相なったのが、御良分坂井。戸沢武教の助、佐竹右京大夫、この御良分坂井の、 覗き峠これへおかかりになって「これこれここはなんと申す当初はなんと申すところじゃ」はあつんぼだと思うからやがて筆ぼとってしたためようとすると「これこれしたためるには及ばぬそれにて申せ申せったってつんぼのくせに聞こえもしないに聞こえるふりをする始末が悪い。 恐れながらのぞき峠と申しますこれよりご両分こちらは戸沢様ご両分境目でござってのぞき峠でござるこんなことを言ったって分かりはしまいと吉春公の御顔をお見上げ申すとああこれがかねて聞き及んだのぞき峠と申すかへっおーおやおやおやさては耳が聞こえるかしらと ご家来方が肝をつぶして殿様の顔を見上げていると「さて家来ども世は秋田神殿二万石生きの神の次男本家名をって家宝やけがたしたによってにわかに金寸母に相なった」「さてその方どもの前だが寸母の面は間が抜けて見にくいものだな」えー「ええ前に悪口を聞いたやつは恐れ入って グーともいえないしかしこれは「両分のぞきげこれまで乗り込んだるところご先祖・新羅三郎義満公の御守りや遊ばされるゆえかにわかに耳が聞こえるように相なったからヘライドも喜んでくれ」「つんぼの面はまことに間が抜けておるものじゃが耳が聞こえるように愛なってどうだ間が抜けた面構えは」 少し治ったかなさあ大変それじゃあ午前でいろいろなことをしゃべるんじゃなかった我々がしゃべったことをみんな知っているぜ何がどうしたとかこれがどうしたなんて言うんじゃなかったこれはたちの悪い厄介な殿様に出っくわしちまった我々の懐話をすっかり聞いてしまったんだとお家来方は驚くまいことか一年の間 の『まねぼなす』って家来方の善悪をことごとくお探りになったこれが容易なものにできる技でない利口なもののまねはチャットできるが馬鹿のまねはなかなかできないもの余地を申して恐れ入りますが加賀の三代目小松の利常公とおっしゃるのがやはりその馬鹿のまねぼなすっていた鼻毛を長くなすってポーンとしていらっしゃる。 ももどうも弱った。「百万石の大名が鼻毛を長く伸ばしていらっしゃるのはみっともなくって気になってたまらない悪口にもあの人は嫌に鼻毛が伸びている鼻毛を読まれているなどと言うことを申しましてみっともないから御前へ出ると謹慎方が毛抜きを持って行って利常猫がご覧なさるような」。 見えるような見えないようなところで変わる変わる鼻毛を抜いてご覧に入れるするとこれこれその方どもは世が前へ来て鼻毛を抜く鼻毛を抜くなれば卓にいる時抜いたならばどういうものだ世が前へ来ていちいち抜くには及ばぬはあ聞こえたえ世の鼻毛が核のとおり伸びていてみっともない 醜いから抜けと言わず語らず何時ら意見をすると見えるしかし世の花毛はどうあっても抜かぬからさよう心得ろ年常の花毛は百万石をからげておく大事の花毛ださあご家来方にはわからない百万石を縛っておく大変な花毛があったものそちたちにはわからぬか加賀の年常は 百万石諸侯の高頭あれは器量あっぱれ優れたものだ今に何かことを企てはせぬか天下に一騒動を持ち上げはせぬかと徳川家のロブチュ中役人どもが目をつける叱る時はいつか前田の家に災いが出退をする角のとぼり花毛を長くいたしたわけな真似をいたしておればあれは馬鹿だわというものに 百万石預けておいたからといって何にもしでかす気遣いはないあれは大丈夫だと天下の役人が安心ぼぎたし年常を眼中に置かぬから百万石は百万石で無事に住んでいるなあ百万石を縛っておく年常の大事の花毛めったには抜かぬからさよう心得ろへえ恐れ入りたてまつります なるほどどうもどうだい恐れ入ったもんだな神のお花毛は百万石してみると拙者の花毛は五百石だ以来も大事にして抜くまい家来の花毛が三門にもなりはしない何でも利口なまではできるが馬鹿のまではできないものだというお話さて佐竹の義春公もつんぼ殿様と言って でつんぼのまねをなすっているうちにご家来方の善悪をすっかり見抜いておしまいなすったそのうちにご本庄よりお迎えの人数が参りましたが渋江内善、戸村十代優、梅津安芸門の三人は平門中のことでございますからこのうちにはおりませんほれ、国入りの説は 内善十太夫繁右衛門などが出迎えを致すべきはずと心得をおるになぜ彼らは出迎えを致さぬは恐れながらせんだって札の騒動野次郎沼のお金蔵の底を叩いて札とお引き換えになりましたその一件で戸塚九郎兵衛切腹を仰せつけられかの渋江戸村、梅津の三人は。 重き平門を仰せつけられまして慎み中にございましてそれがためお出迎えはいたしませんそうかそれは先代の義政公が彼らへ平門を申しつけたのですでに代が変わって義春の世となった以上は決して遠慮に及ばぬ仙のに代わって世が平門を差し許すそうそう渋江内善弔十太夫 半右衛門の三名出迎えに参るよう彼らがこのところへ参らざるうちは決してここを動かぬからさよう心得ろ早速この段を大久保へ申し送る渋江内戸村十太夫う梅津半右衛門涙を流して喜んで取る者も,も取り合えませんでこののぞき峠まで乗り込んできて その様へお目通りをいたし平文御免に相なったお礼を謹んで申し上げました「手前ら三名の者が国に尽くせし精神は義治京中によう覚えおくが時至らずして残者の絶倒に各久しき間の平文は不憫の至り手前らは開国の名信、先どもを申しつけるからさよう心得ろ」。 さあ三名の者が喜んだの喜ばないの今度の殿様は大したもの。これはどうも結構なご神君と涙を流しお礼を申し上げこれからここぼたって神宮寺側へおかかりになったこの神宮寺側を花立川と申しますというのは先の殿様が江戸のお城で津軽様にお会いになった時に 色々お話をなされると「津軽公がそのもと御領分神宮寺側へ通りかかった時に川越人足が不法の金をねだり何かと狼藉をいたし甚だ難儀をいたした」と「大名衆のうちでおっしゃったから義政公大層ご立腹になった」「差し向かいでお話にならばともかくも大勢のうちにおいて」 お前の両分の人足がこの方人数へねだりがましきことをとや子を申す実に憎いやつはその川越人足だと津軽公が人中においてしゃべったその面当てだと言って国元へ仰せつかわされ川越人足を十三人召し取って牢へ叩き込み津軽公のご入府を待っているまもなく津軽公が お国入りだちょうど神宮寺川へおかかりになった時に牢へぶち込んでおいた十三人の川越人足を引き出して首をはね川端へ獄門にかけ津軽殿五人図へ対し過言不法を働いたるによって格のごとく行う者なりとわざと津軽様のお名前を捨て札に書いて獄門にかけた津軽殿 いいたののかないの通るときになってわざわざ首ぼきって獄門にかけるやつもないもの驚いて津軽公は方法の程でそこをお通りになるその後ここを花立川と言い伝えたのだが義春をその話をお聞き遊ばしまことに不憫なことをいたした何もそれ式のことで十三人の命を絶たずとものことである。 定早々その,のそ,うそ,うその者どもへ手当てをいたし使わせ」とせんだっておしぼきになった十三人の川越人族の妻子眷族をお呼び出しに相なってこれへことごとく莫大なお手当てを下しおかれこの金傍の僧侶を大勢お呼び出しなされまして花立川の川端において 十三人の方辞を執り行いに相なって年頃にその菩提を弔っておかわしなさるこれがため川越人足の遺族の者続いてこの辺の者一同は涙を流し手をたたいて喜びましたあっぱれなる御くん、ありがたい殿様ああかたじけないとそれからそれへ話をいたしまするから早いもので これがたちまちま分いっぱいの評判。のぞき峠おいでなすってつんぼがにわかに聞こえるようになって渋江内戸村十太夫梅津半右衛門の出迎えをお待ちなさり神宮寺側で川越人足の遺族の者へ十分のお恵みかつは年頃にご法事を営まれたというご若年ではいらっしゃるが下に行き届いて お情け深いお方であると非常な評判に相なるなお津軽公へお使いがたってこのままに致しおいては両家不和のもといというので先だって捨て札にお名前を書き加えたるは無礼の致し方慎んで恩詫び申すとの報情津軽家においてもことのほかのご満足ここで内善十代優半言文をはじめ 一同がお供をしてではの秋田の御城下へ乗っ込んで参りますと城下の百所墓町人一同初めて殿様のお国入りでございますからいずれも今日なら国旗でもとごとに建てようというのだが前方のことでことごとく往来へ立ち入れ王子へむしろぼしいてその上にみんな座って古くから言ういわゆる し故障するなんという例えがございまするがご両分の百姓はこの度の穴立川の一件そのほかのことを聞いて「ありがたい殿様」というおかんばせをお土産申そうとむしろの上に座ってみると殿様は御乗馬でもってお乗り込みなる籠へ乗っておりましては人に顔をよく見られません。 あれが殿様だと、城下の人神の者へよく覚えさせようというので、馬でもってお乗り込みになると、立派やかな殿様でいらっしゃるから、どうもことのほかに喜んでいる。さて、奥にもとへ。ご着一同の国詰め老臣。その他、御家来方がお目通りをする。まず、二、三日はいろいろ御用を。で、 一通りの御用が相,相すむとにわかに殿様においては石見を仰せ出され千殿様がいろいろお使いしてお物入りがあって両分百庶母どもへ早くうんじょ吐投を申しつけそれがため百庶母ども非常吐に難儀を致しておる春がゆえ三年の間義春は三度のものを二度に致してもよい決して 全部の神は好まぬ。思ったものを用いてはならぬ。一じる一切粗末な禅でも腹さえ満ちておればそれでよい。美食はとんといたさんから作用心得ろ。と召し物から三度の召し上がり物に至りまするまでごく質素にして百姓募募人の年貢火薬を緩め。 人民に施しぼい出して一同のものをも喜ばせようというおぼし召し。さあご両分の百姓を喜んだの喜ばないの。なんとまあありがたいこんでこんな情け深い殿様がお家に出るというのは新羅三郎様のごめいかご先祖新羅三郎義光公のお守んなさるとこにちげえねえ。 殿様が三度のものを二度にして下々のものを喜ばせようというおぼしめし決して忘れちゃすまねえ。とさあこれから百姓が一生懸命に稼ぐ野良へ出まして青い顔をして鉢巻きぼしてせっせせっせと仕事ぼしていると「おい神んでんのうあらまあ顔の色が悪いがどうしたんや?」。 どうも、風よピーターだな。頭がガン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 割れそうでな。ほらどうも気持ちが悪くってなんね。それ、行かねえでねえか。あぜえ薬を飲んで寝ていねえ。無理なことをして重くするといかねえから、早く帰って寝たらよかっぺ。バがなことをかけ。殿様が三度のものを二度にしてもいい。 百姓どもを喜ばしてやらにはなんねえと、召し上がるもんも召し上がらず、着るもんも柔らけえもんは着さっしゃらねえ。それほどにして下地も,もをいたわってくださる。そうの殿様のおぼし名手を考えると、風邪ひいたからってなかなか家に寝ていられるもんでね。ほらまあ、肌でもって落ちぬまでも一生懸命仕事をするだ。どうしてどうしてべらぼメ家に寝ておられるもんか。 なるほどどうもおめえ様の言うのはもっともだありがてえ殿様のおぼしめしちっとぐれえ体が悪いったってねでえじゃあすまねえこんだ」。と自然とそれからそれに話になって一生懸命草切り耕しまするから自然と五穀も実りおいおいご両分が復帰になってくるのは神一人から死も万人でございまして。 上へ立ったお方はさて心配の絶え間というものはございません。さればモースも恐れ多いことだが、神徳天のぼ三年の間、下々に年貢をお許し遊ばし、三年目に豊かに煙の立つのをご覧遊ばして、高き屋に登りてみれば煙立つ、民のかまどはにぎわいにけり、という御声を遊ばされたというのは、 松大の美男でございます実にどうもありがたいお話だが佐竹の御家はこの殿様でぴったり収まった秋田神殿二万石佐竹生きの神これはご自分様の実の親子だがご自分はご本家へお直りになってみれば本家分家そこらにおのずから区別がある長和と 我が父が同服であるということを早くも見てとっておぼしめしこれあって生きの神の出入りを差し止めるという仰せおとっつんも驚いてしまった乱暴なせがれに出っくわしたものでとうとう出入り止め長羽城左衛門おぼしめしこれあり舟表へまかりこしまする世にというので長羽城左衛門続いて 尾崎玄魚門篠田八重門大島左中これらの面々もことごとくお国表へお呼び寄せとなってこれらは平門を申し使ってしまう。というのはんぼになっていらっしゃるうちに常在門の悪事佐竹生神と心を一つにして我が身を本家に直し末は阿公とそこに相談があったのを もうご承知もなすっているから現在の親子だが恩義へのためにならないというので生き殿は出入り止め長場城左衛門以下の者のはことごとく国詰め平門となりましたお話変わって祖家の宿において戸塚九郎兵衛に薬をもらい手紙をもらって江戸表へ乗り込んできたのが大阪・雑魚場の 魚売り新助で桑名屋徳兵衛のせがれの三之助これを連れて八つ咲きにしても名簿飽きたらぬは自分のためには義理のある妹のお百あいつを訪ね出してどうか三之助の母お孝続いて桑名屋徳兵衛の無念を晴らしてというのでお百を訪ねだんだん回り回って話を聞くと悪事を働いて 佐渡へ流され佐渡の国へ行っているという話だからわざわざ佐渡の国へ行くと島破りをしようとして金山口で狼のために食い殺されて死んでしまったというこの話を聞いて落胆してあれからだんだん取って返して草加の松並木持病の尺のために苦しんでいるのを戸塚九郎兵衛に助けられましてあれから 江戸へ入ってきて途中で少々手間取れましたによって五六日経って羽柴の総泉寺へ来るとかの戸塚黒兵衛においては切腹をなすってもう宗泉寺へ埋葬をしたという話びっくり驚いたがもう仕方がない早速あの手紙を出して左前前治に見せ異彩の話をいたしましたから 左前禅寺においても大層気の毒に思い「やれやれそれは困んなさろう」「お前を当時へ使わした九郎兵衛殿は孝行であった」と話をなさいまするから新助においても涙を流しその死を痛みまするここで左前禅寺の情けによって宗泉寺の門番となって毎日毎日 戸塚九郎兵衛の墓をきれいにそぼじぼして朝に晩にエコーをいたします人間のいい悪いはさて行いに現れまするもの実意を尽くして戸塚九郎兵衛の墓を朝に晩にそぼじぼし年頃にエコーをするいかにもその様子が主将だから田善禅師という人が新助親子の者を呼んでさて お前は大阪だと言うが大阪はどこにいたどういう次第で開国をするのかとお尋ねなされるからここで新助が「さて旦那様まあ私どもは情けない身の上で雑魚場の魚ぶりすけというものでこれは大阪の川口桑名屋徳兵衛さんのせがれ三之助といって私の 義理ある妹のお百こいつがこの三之助さんのおっかさんを殺したのでこれこれしかじかとだんだんその話を聞いて驚いたのは左前前治我を忘れ三之助の顎へ手をかきまして顔を見ていたが思わず知らず太きため息をついて「はあ縁というものは不思議なもの」新助「す助お前はどうも」 志の偉い男話を聞いたがお前の妹のお百とやらは菊さえ身の毛のよだつ独夫それに引き換えてお前の志は感心だがわしは何を隠そう聖徳の元年十二月の大晦日兵庫の花で海上悪魔の海坊主を斬った元佐竹のお先童桑名屋の徳造というものだ。 海坊主を斬った一件から何かたたりがありはせぬか。よしないことをしたと急に気がついて、ぷっつり船乗りをやめて、とうとう大阪を飛び出して出家となり、回り回って今ではこの宗泉寺の四十三代目左前禅寺といって十字になっているが、さてはせがれの徳兵衛はどういう最後を遂げたか。これは徳兵衛のせがれなら。 わしがためには現在の孫だ。尽きせぬ縁とは言いながら不思議の対面をいたしたのも徳兵衛の引き合わせそう承れば必ず悪いようにはいたさんゆくゆくは三之助をどうか世の中へ出してやろう今までお前の心がけ骨折りはまことに関心なことだ」と承って驚いたのは魚屋の新助。 さてはあなたは徳兵衛さんの親御さんの桑名屋徳造とおっしゃった名題の船乗りでおいでなすったか」。と不思議な対面をことごとく喜んでここで新助はもともとのとぼり門番をして三之助においてはこれから左前前治の手元に引き取りまして朝に晩に手習いそどく何やかやと。 善前前治が教えまするのはゆくゆくはどうか世の中へ出してやりたいというおぼし召しそのうちにせんだってお隠れなすった八代目義政公の一周忌のご法事がございましてここでご坊代主のことだによって宗泉寺においてその揮を執り行うご家来方一同もご参詣おゆりの方においてはただいまでは 長場上左衛門の妻になっているが元は殿様のご帳愛をこむったお目かけのことだによってここで八代目様のご法事について柱の宗泉寺へ参詣をして仏山の帰り温泉において図らず出会いましたるのが魚売りの新助びっくり驚いたおゆりが。 これは兄貴の信介に違いないが生かしておいてはこっちの大事というので若遠の陣八というやつを語らってとうとうこの信介を殺した一件より左前前治が右のくせ者を尋ねまする一件とうとうお百をここに召し取るという納期のお百召し取りの一件次節に伺います。